中期パイロット、空軍及びアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。1989年から1992年まで第8代 NASA 長官を務めた。元宇宙飛行士として初めて NASA 長官となった。NASA 退官後は1992年から1997年までジョージア工科大学のジョージアテックリサーチインスティチュート、 1997年から2005年まで国立再生可能エネルギー研究所を率いた。空母エンタープライズとオービタエンタープライズの両方で任務についた唯一の人物である。ミシシッピ州ファイエットで生まれたトゥルーリーはファイエットとメリディアンの人種別学校に通い、1959年にジョージア工科大学で航空工学の学士号を取った。大学では カッパアルファオーダーに所属していた。ボーイスカウト活動にも熱心で、最高位のイーグルスカウトの位まで取得した。大学の海軍予備役将校訓練課程のメンバーであったトゥルーリーは海軍に入隊すると、飛行学校での訓練を命じられ、1960年10月7日に、海軍航空隊に任ぜられた。最初の任務は、第33戦闘飛行隊で、 イントレピット及びエンタープライズ所属の会マイナス8、クルセーダーで飛行した。彼は300回以上着艦した。1963年から1965年まで、カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地のアメリカ合衆国空軍テストパイロット学校に、最初は生徒として後に教官として所属した。1965年、トゥルーリーは、 アメリカ空軍の有人機動実験室計画のための初の軍事宇宙飛行士に選ばれた。彼は有人機動実験室計画が中止された後の1969年8月に NASA アストロノートコープスに加わった。NASA では彼は宇宙飛行士支援の業務に就いたほか、1973年に行われた3度すべてのスカイラブのミッションと1975年の アポロソユーズテスト計画ではカップコンを務めた。1977年に行われたスペースシャトルのオービター試験機エンタープライズでのアプローチランディングテストではテストを行う二人一組の搭乗者の一組に指名された。1981年のミッション STS-2 では誕生日に宇宙へ打ち上げられた最初の人物となった。 1983年のミッション STS-8 では船長を務めた。STS-8 の後、トゥルーリーは NASA を離れ、海軍宇宙司令部の初代司令官となった。チャレンジャー号爆発事故の3週間後、トゥルーリーは NASA に戻り、1986年2月20日に副長官となった。彼の主要な役割は、スペースシャトルの飛行状態への復帰の監督であった。 これとともに、彼は、チャレンジャー号を取り替えるか否か、将来スペースシャトルが果たす役割、今後のミッションにおける使い捨て宇宙船と、スペースシャトルの今後利用等という長期の問題にも、責任を持って取り組んだ。事故の技術的な原因が決定されるまで数日しか、かからなかったが、その中から根本的な原因を選ぶのは、より難しかった。最終的に、 トゥルーリーと NASA のリターンツーフライト計画は1988年9月29日に STS-26 でディスカバリーの飛行に成功するまで31ヶ月を要した。1986年3月、トゥルーリーはメモに NASA が次のスペースシャトルを打ち上げる前に成し遂げることが必要なアクションがいくつかあると記した。その中には 固体ロケットモーターのジョイントの再設計、重要部品の再検討、運用と維持のための機器の更新が含まれていた。トゥルーリーは、1989年5月に8代目の NASA 長官に任命され、1992年5月まで、この地位にあった。彼は、カール・セーガンによって、ボイジャー1号が、シュミッションの終了の前に、最後の地球の写真を撮影するか否かでうちはもめが、 あった際に、それを仲裁したとされた。この時撮影された写真は、ペールブルードットとして知られることとなった。彼は、ナサ長官になる直前に、中将として海軍を退職した。ナサ退職後、トゥルーリーは、ジョージア工科大学のジョージアテックリサーチ・インスティチュートの所長となった。彼は、1992年から1997年まで、この地位にいた。 その後、1997年から2005年まで、彼は国立再生可能エネルギー研究所の所長とミッドウェスト研究所の上級副社長を務めた。2007年5月、トゥルーリーは軍事諮問委員会の一員として、地球温暖化がアメリカの国家安全保障に対して引き起こす脅威についてアメリカ合衆国上院外交委員会で証言を行った。 スルーリーは既婚であり、マイケル、ダニエル、リーの3人の子供がいる。彼が受賞した勲章には、防衛主勲章、防衛功労章、2つのレジオン・オブ・メリット、主勲飛行十字章、防衛功績章等がある。NASA から受賞したものには、NASA ディスティングイッシュとサービスメダル、2つの NASA スペースフライトメダル、2つの NASA エクセプショナルサービス、メダルがある。 1988年には、実験機テストパイロット協会からジェームズ・エイチ、ドー・リットル賞を授与された。同年、チャレンジャー号爆発事故後に、友人ミッションの打ち上げを再開した功績に対して、ロバート・ジェイ・コリア賞が授与された。1989年1月には、ドナルド・レーマン大統領から、大統領市民勲章が授与された。ありがとうございます。